サックスの部活ということで、今回はソプラノサックスのマウスピース加える位置という動画をお送りしたいと思います。サックスミキです。今回はコメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。早速ですけどね、質問内容いきたいと思います。この方ラブリーさんですね。どうもありがとうございます。マウスピースはどのくらいの位置で噛むのが正解ですか？浅めか深めかが分かりませんということですね。どうもありがとうございます。マウスピースのね、加える位置についての質問ですね。この方はですね、ソプラノサックスの動画に質問してくださったので、ソプラノサックスのマウスピースの加え加減ということでちょっと動画を撮ろうと思いましたが、アルトとテナー同じような感じで考えたら、いけると思いますので、ソプラノの場合とアルトテナーの場合っていう2パターンで、解説したいと思います。でまずですね、この方ですね、どのくらいの位置で噛むのが正解かっていうことなんですけど、噛むという表現はあまり使わない方がいいです。噛み癖っていうのがね、サックスはあって、この下唇の裏側に歯型がもうギャってついちゃうやつですね。あれはですね、噛むと思ってたらギュギュ噛んでこう痛くなっちゃうんでね、加える位置とか、噛むというよりは、僕らね、指導する側としては噛むっていうのは絶対言葉としては使わないようにしてるんですよ。加えるとか口を閉めるとかね、そういう発想にしてます。というのはアンブシュアを保持するのは、実際は歯もね、その協力してる形ですけど、実際この唇ですよね、下唇を巻いて、上唇は上の歯と一緒に、マウスピースこうくっつけて、周りの筋肉ね、こう横から挟む、この口の周りの筋肉全体を使ってますから、噛むという表現をすると 100% の表現じゃないんですね。だからその辺ね、ちょっとご理解ください。別に上げ足を取ってるわけじゃないですからね。でそれで深めか浅めかが分かりませんってことですけど、深めでも浅めでも吹きにくいですよね。これもね、別に言葉の上げ足を取ってるわけじゃないです。適正な位置っていうのは浅めでも深めでもないっていうことですね。じゃあどの辺かっていうことなんですけど、これは僕独自の指導なんですけどね、ここにね、こう同じような図を書いてます。これ上がソプラノで下がテナー、アルトテナーになってます。この図の説明すると、これ上の歯、上唇ね、でこれマウスピースで、下の歯、下唇ってことですね。でこの縦っていうのが右手の人差し指になります。で下の方のアルトテナーの方も同じような図で、上の歯、上の唇、マウスピース、下の歯、下の唇で、この横っていうのは右手の人差し指のこと、こっちの人差し指ね、左手じゃないですからね、右手の方。じゃあ丸印のところですね、右手人差し指を縦にして段差のとこに合わせるってことです。これソプラノに関してですね。どういうことかというと、このマウスピースって段差があるじゃないですか、こう来てね、こうこの図はだからこうなってるわけですよね。でここ段差ありますね。でここにね、右手の人差し指を、これちょっと分かりにくいですね、指をこう立てるわけですよ。こうじゃない、こうね、分かります？こう立てるんですよ。で立ててこう段差のところに合わせるわけですよ。このね、分かりにくいから、あえて逆にしますね。こんな当て方せんで、実際はこんな当て方しない、これ逆ね、こう当てますから。でもこれ分かりにくいからこうやってます、分かります？この段差のところに指当てると、でこの指にタッチするぐらいの深さで加えるわけですよ。だからこう指縦に合わせて、これ加える？分かりますか？ちょっと分かりにくいから、ちょっとあえて左手でやりますね。こういう感じ？分かります？この図の通りです。で、指が横やと、ちょっとね、浅すぎるかなと思います。だから、縦の方が、大体 OK なとこになるかなという感じです。ただし、あくまでも目安です。で、あと、上歯を当てる位置。これは、だから、噛むという表現じゃなくてっていうことなんで、これ別に、どうでもいいです。はい。要するに、この縦なんですよ。指が。縦ね。こうじゃないです。これ横。これ縦。いいですか？これ僕のちょっと独自の表現なんで、理解してください。で、アルトテナーの場合は、縦やと、多分深すぎるんですよ。経験則的に。横にして、こう測る。では、大体、吹きやすい位置に来ます。これも目安です。実際は僕みたいにね、めっちゃ指太い人もいれば、女性とかは指細いですよね。だから個人差ありますし、なんですけど、その一般的な説明としては、アンブシュアね、加えるとこっていうのは、先端から 1.2 ミリとかよく言うんですよね。それ非常に分かりにくいでしょ、口の中なんて。だから僕はこの指を使ってこう測ってやってくださいって言ってます。ちなみにマウスピースのこのね、段差の位置っていうのはメーカーによって違うんですよ。いろいろなんですけど、でもこう加えて、メーカーによっていろいろなんですけど、大体ね、なんか指当てたら不思議とうまくいくんですね。
これはなんでかっていうのは深くはまだ検証してないですけど、僕の経験上メタルでもあのラバーでもいろんなメーカーのマウスピースを今まで吹いてきてますけど、大体この教え方でまあまあうまくいってますのでいけると思います。ということでこの方ね、質問内容としてはマウスピースをどれぐらいのね位置で加えるのが正解ですかっていうことに対しては、ソプラノは右手の人差し指を縦にしてね、段差のとこに合わせる、でそこに唇が触れるぐらいで加えてみてくださいってことです。アルトテナーの場合は指を横にして段差のとこに合わせて、でそこに上唇が触れるぐらいのとこで加えてみましょうということです。でこれあくまでも目安ということになりますので、まあ、そこで加えてみて音の出とかね、上の方下の方の音の出具合を確認して位置をね探っていってください。どうしてもこれ、ね、試行錯誤いりますので、今回は目安としてこういう風な内容をお送りしました。こんな風にですね、サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に質問していただけたら随時こういった動画とかテキストで返信していきます。あとこのチャンネルの動画役に立っていて応援したいという方はスーパーサンクスチャンネルメンバーシップやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。詳細は概要欄の方に書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。サクセのブコース、サクセのブコースということで、今回はライブ告知動画になります。こちらの、ね、フライヤーにあるように2022年11月13日日曜日8時からいつも僕がライブをやってる神戸元町のシアタージャジーで、今回はですねいつもやってるサックストリオなんですけれども、そのメンバーでバースデーライブ、僕の誕生日がですね11月15日とこの一点近いのでバースデーライブとさせていただきました。僕の今力を入れてるサックストリオの編成ですね。サックスとウッドベースとドラムスというシンプルなコードレスのコード楽器のいない編成ですけれども、このメンバーでバースデーライブをやりたいと思います。メンバーはですね、サックスが僕三木俊彦、ベースが斉藤圭志郎、ドラムスは松田ゴリヒロシとなっております。2人ともですね全国各地でですね活躍している素晴らしいメンバーです。ベースの斉藤くんは7、8年前から一緒にやるようになりましたけれども、ここ最近ですねますます安定したプレーでバンドをボトムからですね支えてくれています。あとドラムスの松田ゴリヒロシ、通称ゴリさんですね、ゴリさんと僕はですねもう25年来の付き合いになります。その中で三宮とかのですねストリートライブから始まって関西各地で一緒に演奏してきました。テクニカルな演奏はもちろんですけれども、人間的にも大好きで非常に2人とも信頼できるメンバーです。このメンバーでやる曲はですね、最近僕が力を入れてるオリジナル曲ですね、オリジナル曲を何曲かやるのと、ジャズスタンダードナンバーをやるのと、あと僕の誕生日である11月15日にちなんだ曲がですねなんとありまして、僕の曲ではないんですけれども実は前から演奏している曲なんですけれども、そちらもですねやってみたいと思います。僕の曲はですね結構そのシンプルなメロディーっていうのにこだわってるというか、編成がですねマニアックな編成なので、曲はキャッチーというか、まあ、シンプルな曲作りを意識しています。あとジャズスタンダードナンバーも有名な曲をやりますので、どなたでも楽しんでいただけるライブになっていると思います。ということで2022年11月13日日曜日8時からの三木俊彦バースデーライブですね、あと元町シアタージャジー、ぜひ皆さんお越しください。誕生日が近い方、10月生まれ、11月生まれ、12月生まれの方はもちろんですね、誕生日が近くない方もうですね、サックスが大好きな方、ウッドベースが大好きな方、ドラムが大好きな方、ジャズが好きな方、音楽が好きな方などなどですね、多くの方に集まっていただけたらと思います。きっと楽しい夜になることは間違いないです。メンバーが多忙なためですね、この日程しか、ちょっと取れなかったので、ちょっと日曜日の夜という、まあ、非常に忙しい時間帯だとは思いますけれども、ぜひぜひお越しください。それでは今回はライブ告知の動画になります。皆様よろしくお願いします。詳細は概要欄の方に書いております。よろしくお願いします。